ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、ニューラルネットワークの多値分類について解説していきたいと思います。はい、今回から、実際にニューラルネットワークの実装をやっていきます。で、流れなんですけど、まず今回実装するモデルの話をして、でそこから具体的にこう実装ですね、ライブラリとデータの話をして、モデルの話をして、モデルの学習の話をして、でモデルの評価についてやっていきます。はい、まず今回のモデルなんですけど、今回のモデルは入力を X として、64次元のデータを使います。でその64次元から32次元に変換する線形変換をして、で活性化関数のレル関数を通す層から次に向け32次元から10次元に変換する層を使って、でソフトマックス関数を通して、で最終的に総数関数を求めるようなのが今回のモデルになります。でこれを実際にこの、実装するってなると、入力 X から線形変換のクラス通して、レルのクラス通して、リニア線形変換のクラス通して、そこからソフトマックス関数と誤差関数を通して L みたいになります。でこの線形変換のクラスとレル関数のクラスと、このソフトマックス関数とクロスエントロピー誤差をまとめたクラスっていうのは前回実装しているので、その実装の内容を使ってこの順電波と逆電波をやって実際にモデルを考えていきたいと思います。はい、それではまず最初ライブラリとデータなんですけど、まず使うライブラリ、これらですね、NumPy と Matplotlib はいつも通りで、新たに sklearn のデータセット、データセッツってやつを使います。でこの一番下のこのライブラリは、トレインテストスプリット、トレインデータとテストデータを分けるやつですね。で乱数種を決めて実際にやっていきます。でまずデータ入れていくんですけど、これはここで入れたデータセットですね。データセット .loadDigits。これによって、データセットに、ディジットっていうその数値データ、数字の画像データっていうのをこれ入れます。で、それのドットデータをこの NPAsArray で、この NumPy の、形、NumPy に合った、NumPy で計算できるような形に合ったものを X として、このデータセットのターゲットですね。ターゲットを同じようにそのナンパイの型に合わせて T に入れます。はい、じゃあ実際にこっちで入れた X と T の中身を見てみるんですけど、まずこれ X0、要は0番目のデータ。要はこれデータたくさんあるんですけど、1個のデータを取り出してみています。こんな感じですね。こんな感じの数値データがバーって出てきます。で、これ見ても多分あんま分かんないと思うので、実際にこの X0、この1個のデータに対して 8×8、 これ64次元になってるんですけど、 8×8 に変えてこのイメージをプロットしてみると、こんな感じで、0っぽいですよね。0っぽい画像のデータが X に入ってることが分かりました。で実際にこれ T を見てみると、こんな感じで0、1、2、バーって8とかあってみたいに、要はこの0番目のデータっていうのがこれ0ですよ、この数字のこの画像の数値は0を表してますよみたいな正解データが入ってます。つまり X には画像の数値のこの画像の何て言うんだろう、各ピクセルのこの数値のデータが入ってて、 T にはその各データに対する正解のデータっていうのが入っています。はい、続いてデータの前処理をするんですけど、まず一番最初に X の形見てみます。 X.shape でしたら 1797×64 であることが分かると。これはデータ数が1797個あって、で、その1個1個のデータ数がさっき見た通り64ピクセル、64次元あることになります。で、まず X についての前処理なんですけど、これは平均引いて標準偏差で割って標準化します。で、次に T をデータの前処理するんですけど、T0 っていうのを新しく作ります。これはデータの個数 ×10 次元にするんですけど、これ T0 にして、そこからT の値にとって、ある部分を1にします。で、それぞれ T とその T0 っていうのを見ていくんですけど、要は T から T0 に変形します。どういうふうに変形するかっていうと、例えば T が1の時、これデータ1個取り出しますね。T が1の時っていうのは、この10次元のデータで、この1番目、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9っていう10次元なんですけど、これの0、1の1個目がこの1になります。例えばこれが、正解データの値が2だったら、ここの 2の部分だけ1で、それ以外0とか、例えば5だったら、ここから0、1、2、3、4、5、この、ここが1になって、それ以外が0。みたいな感じで、正解データの t を2とか3とか4だった値を全部0、1の値に変更します。
で、この X と T0 ですね。これをこのトレインテストスプリットに入れて、それぞれトレインデータとテストデータに分けます。はい。で、実際、この結果ですね、それぞれの形を見てみると、1347個のデータと450個のデータに、それぞれトレインデータとテストデータが分けられていることが分かります。はい。続いてモデルなんですけど、これは前回やった内容ですね。オプティマイザークラスとリニアクラスとレルとシーロス。それぞれ線形変換、活性化関数、損失関数の部分の、このクラスっていうのをそのままこう入れていきます。で、このクラスを使って実際にモデルの関数を作っていきたいと思います。はい、じゃあ実際にモデルの関数なんですけど、まず、レイヤー1に線形変換ですね。64次元から32次元にする線形変換を入れて、で、レルにそのままレルのクラスを入れて、で、次にレイヤー2に線形変換の32次元から10次元に変換するものを入れて、で、最後 C ロスに C ロスをそのまま入れるっていうことになります。で、作る関数なんですけど、まず、モデルには、入力を X として出力を layer1.forward、rel.forward、layer2.forward、ここですね、順番に1、2、3ってフォワード関数を適用させていった出力になります。で、ロス関数は y と t を入力として、そのままこれですね、closs.forward、y と t を入力として、損失関数を求める関数になります。で、次にバックワード関数なんですけど、これは、このモデルって言って、ロスって言って、そのフォワードで順連覇をしてきたものを逆連覇していきます。closs.backward を dy さんにして、layer2.backward、rel.backward、で、最後 layer1.backward。で、それぞれの層の、微分の値っていうのをこれで求めていきます。で、最後にオプティマイザー関数ですね。これは layer1 と layer2、それぞれ線形変換が入っている部分のパラメータをステップ関数を使って更新していく。っていう関数、それぞれ4つの関数を作ることができました。はい、続いてモデルの学習なんですけど、これは単回帰分析の、最後の方かな、トレインデータとテストデータでやったものと全くっていうかほとんど一緒です。ここでミニバッジの最初のバッジ数とかの設定をして、で、ここにそのトレインデータとテストデータのそれぞれ損失関数の結果を収納する変数っていうのを作って、で、あとは繰り返しやると、シャッフルして、ミニバッチでそれぞれモデル関数使ってロス関数、損失関数を出す関数を使ってバックワードで勾配を求めると、でオプティマイザーでパラメータ更新するっていうのをミニバッチで繰り返していくと、でここでトレインデータとテストデータの損失関数っていうのを求めて、でここで何て言うんだろう、格納用に作った変数にそれぞれ損失関数のデータを入れていくみたいな感じですね。で最後プリント表示として1の時と20で割り切れる時っていうのを、エポックとそれぞれ、ロストレインとテスト、ロステストですね。っていうのを表示させると。で、結果はこれですね。こちら、それぞれ1の時、20の時、40の時のトレイン、ロストレインとロステストっていうのをこれで見ることができます。で、これ見るからに、うまくこうどんどん小さい値にどっちもなっていっているのがわかると思います。はい、続いてモデルの評価なんですけど、まずこれですね。さっき、代入したロストレインオールと、これですね。ロステストオールっていうのを可視化するとこんな感じになります。ちょっとこのトレインデータの方が損失関数の値が小さくなるかなっていうのなんですけど、これは当然で、ね、学習用に使ってるデータの方が、その学習に合わせたパラメータを求めているので、損失関数が小さくなることは当然の結果と言えます。で、続いて、アキュラシー関数、要は正答率を求める関数を作るんですけど、これどういうことかっていうと、さっきのニューラルネットワークのモデル何かっていうと、入力が画像で出力がそれに対応した数値なんですけど、それが正解なのかどうか、どれぐらいこのモデルは正答してるのか、正解してるのかっていうのを求めていきます。はい。で、そのアキュラシー関数の中身なんですけど、これは X と T を入力として、まずモデル X の出力の一番値が大きい部分と t の一番値が大きい部分っていうのの合計をデータ数で割ったものになります。で、これ実際正答率見てみると、これですね、トレインデータの正答率っていうのはもうほぼ 99%、99.7、もうほぼ 100%。で、こっち、テストデータの場合は0.9777 ぐらいっていうふうに、もう97% ぐらいテストデータでも正解するようなモデルを作ることができました。はい、最後まとめですね。今回はニューラルネットワークの立ち分類についてやっていきました。まず、モデル、どういうモデルをやるかっていうのを説明して、そこからライブラリとデータで画像データの話をちょっとしました。で、このモデルとかモデルの学習とかモデルの評価っていうのは、やり方は単回帰分析にやった時とほとんど一緒で、ちょっとモデルの内容が前回やった、その線形変換とか損失関数とか活性化関数になっただけでした。
はい、いかがだったでしょうか、ニューラルネットワークの立ち分類について。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。